皆さんこんにちは、ワナレグルビシです。では今回はハウスオブアイアン4都道府県問答千葉県プレイの続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、ここまでずっと繰り広げてきた東京、神奈川、埼玉との戦争が終わって、まずですね、千葉としては神奈川の、大半を切り取った、割譲させたというところと、あと福島県を、傀儡国として、建設させたというところまで進めました。やっぱり、群馬が、領土としてはもうだいぶ大きくなってるんで、ここはちょっと要注意だなと思うんですけど、神奈川県を取ったことによって人的資源にだいぶ余裕が出てきたというのはすごく大きいかなと思うので、この先の戦争再び始めるための準備を今回からやっていきたいというふうに思います。まずね、群馬が何を目指しているのかっていうのはちょっと確認しておきたいので、群馬の国家方針を見ておくと、今精鋭主義、この後どこに進むかちょっと分かんないけどね、もし群馬が戦争を仕掛ける気がないんであれば、千葉県としては北の近い、宮城、岩手、秋田、青森、北海道、この辺りとの戦争を、ちょっと始めていってもいいかなとは思っています。で、どうしようかな、こうなってくると空母への注力とかやっておく、で空母戦力の増強を図っていきましょう。で、あとは要塞を築いていこうかなという予定でいたんですけど、一旦、山形、福島含めて自分たちの領土ではなくなってしまったので、もうここに無理やり国境沿いに要塞をガリガリ固めるっていう必要が一旦なくなりましたので、ここは思い切っても要塞の建設をやめましょう。それよりも軍需工場とかを充実させていく方向に集中していきたいと思います。で、今までもう全然足りなくて困っていた人的資源に、今回神奈川を得ることによって、だいぶ余裕が出てきたという、実情もあるので、再び、まずは徴兵制度を一旦この志願兵のみに変えます、戻しますって言った方がいいのかな。で、その上で、展開する師団もちょっと増やしましょうということで増やしていきましょう。今までちょっと抑制させていたところを、厚みを持たせていくというところですね。いや、海軍の造船所がむちゃくちゃできてるな。これ相当強い海軍が編成できそうだ、そんな感じがするな。今研究のスロットを見ておくと計14艦を入れてるんで、この計14艦ができたら計14艦の建造もやっていきましょう。で、今はまだちょっと時間がかかるので、その間は潜水艦をちょっと残った数で作っていきましょう。本当に資源が全然足りなくなってくるんで、いかに資源を早めに確保しておくかというのも本当に大きなポイントになりそうですね。で、鉄をどこから入手するかだな。鉄はじゃあ高知県からまとまった量輸入しちゃいましょう。
ではこれで時間を進めていきます。憲兵、憲兵、憲兵部隊もねある程度数が揃ってくればレジスタンス対策に有効に機能してくれるんじゃないかなという期待もあるんで、ちょっとどこまでねこのレジ、いやそうか、この憲兵部隊は神奈川県をもう完全にレジスタンスから守るという任務をちょっと担ってもらうということにしましょう。まあ手段の数が多分全然足りないよということになるんじゃないかなとは思うんですが、さあこれでいきます。じゃあ時間を進めていきましょう。まずは大規模な海軍、これの建造というかね、編成が可能になりそうなので、そこちょっと待ってくれ、何してくれてんだ。群馬帝国が会津に宣戦布告、おい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 、マジですかい。これはすぐに軍を送ろうよ。やってくれるね。ただこちらは戦争には参加できないのか。陣営をちょっと確認しておきますか。まあ、確かに会津は陣営には属してないね。いや、いきなりさ戦争始めるのやめてよって言いたいよなこれね。いや会津群馬の力では、群馬の前にはちょっと何もできないんじゃないかな。まさかまさかの群馬の海戦だったな。一応ね国家方針確認したんですけど甘かったですね。そもそも今国際緊張度がこれだけ高い状態になってると、まあ10日前後で宣戦布告までできてしまうんで、そういったことも考えると方針を確認しておくだけでは、まあ、十分じゃないってことなんですよね。いや、合図を奪われるとは思わなかったな。これでまた群馬の力がね、一つ二つと増してしまいますからね。で、野戦病院アップグレードできたので、次はどうしようかな。空軍のアップデートしていきますか。ただ次が44年の世代か。これ結構きついんで、対艦攻撃、これの艦載機化に注力しちゃいましょう。いやー、会津が群馬に完全に飲み込まれていくのをちょっと指をくわえて見てなきゃいけないっていうのは切ないな。迂闊でしたね、完全に迂闊だった。我々としてもちょっと戦争を仕掛けていきたいけどね、仕掛けるにしてもどうなんだろうな。
静岡とかに仕掛けてみる？それともやっぱりこの北の近い、これを最初に叩いておくべきかな。判断がちょっと難しいですね。群馬がまたでかくなってるんで、これ以上ね群馬がでかくなるのはあまり好ましいことではないというのもあるんで、まあ、そのあたりをどう見るかかなというところですね。合図は傀儡化されたと。あっという間だったな。さて、では帝国製千葉の第一空母艦隊って今出てるんですけど、ここに全艦艇を移していっちゃいましょう。ちょっと待ってね。ドラッグ&ドロップできないっていうことは今、艦隊がどこにいるかだな。ここに入れちゃいますというところでいいよね。はい。まず艦隊をね、合流させてからということになりそうなので、艦隊が合流できたら、今2つある艦隊をね、1つにまとめてしまいます。で、あとは装備品なんですけど、補充がまだ十分でないところに重点的に入れていくとなると、軽戦車の3かな。これがちょっとまだ数足りてないですね。さて、そうなると本当に次の戦争どこと誰が何をおっぱちめるかわからないんで、これは変な話、こっちから仕掛けていくっていう、ことも考えておいた方がいいな。結局グンマーさんがいろんな暴挙を多分しでかすと思うんで、その時にしっかりこちらがイニシアチブを取れるように戦力を振り向けていかないといけないですね。神奈川海洋共和国、これ何？神奈川海洋国家は群馬の支配下にあるということだな。そうなるとやっぱり静岡を食っておく。山梨富士帝国っていうのは、山梨富士帝国、ただ山梨富士帝国行くんだったらやっぱり静岡なんだよな。そうですね、いっそのこと軍をすべて神奈川の方面に移動しましょう。で、一部だけはこのまま群馬がいつまた暴挙を始め出すかわからないというのがあるんで、そのために残しておきつつ、主力の手段を時間をかけてでもちょっと一旦ね静岡方面へと転戦させましょう。で、静岡との戦端を開いていく。で、その時は1にも2にも群馬より先にね、展開していくというのが多分重要になってくるんじゃないかなと思います。群馬がこれ以上でかくなると群馬の意向に完全に沿っていかなきゃいけないっていうのもちょっと不本意ではあるんで、まあ本当に群馬さん強権ですよね。
で、千葉くんの、群馬ではもう静岡との国境に展開して、展開完了次第海戦へと踏み切っていきましょう。で、戦車師団のね、第7軍と第8軍この辺りは、まあ、予定通りというところで、まあ、ちょっとね、師団軍を分けてしまうのはもったいないかなという気もするんですけど、まあ、あくまでも宮城攻略のための軍ということで、残しておきましょう。まあ、本当に勝手に戦争を始め出すんで、群馬さんは。こんなところですかね。これでじゃあ作戦を進めていきましょう。で、まあ、結局資源が整う前に海戦に踏み切ることになりそうなので、またね、その装備品っていう意味では不足が考えられるので、ちょっと急いで戦車を増強していきます。備蓄があるものはね、あの満単位であるものに関しては一旦放っておいてもいいかなと思うんですけど、逆にないものに関してはザコザコ作っていかなきゃいけないので、まあ、その作る量を調整しながらということになると思うんですが、さてここに割り振られているのは第2軍はそこに展開してほしいわけではないので、第2軍の戦闘位置を変えちゃいます。ちょっと指示がね、複雑化してると思ったような動きをしてくれないリスクがあるんで、そういうリスクは極力なくしましょうと。で、国家方針の方ですね、確認していきます。千葉海軍やったので空母への注力を入れます。で、さらにすごい量の造船所が一気に手に入ったんで、これを生かさない手はないでしょうということで、空軍海軍、まあ、全方位的にいい戦力を増強していきます。これでどうでしょうね、第一空母艦隊の方は空母が2隻に、まあ、随伴するのがね、駆逐艦潜水艦のみっていう部分でちょっと弱いところはあるかなとは思うんですけど、まあ、それでもある程度戦力は整ってきたかなという感じはしますね。じゃあ艦載機乗せていきましょう。爆撃や航空支援機がちょっとないのかな。そのあたりが入ってくればだいぶ余裕が出てきそうな感じはしますけどね。で、これで一旦40年までの戦力が整った形かな。機体としてはなので、また工業中心にしていきましょう。で、さらに今できた艦上攻撃機の1型を2型へとアップグレードしていきます。ちょっと空母へのね、搭載が中途半端になっているので、空母への搭載の続きをやっていきましょう。
では、まずはですね、この空母を含む艦隊を一旦静岡沖へと派遣していきます。強襲上陸をかけられるのだけは避けたいので、まあそこに注意というところですかね。で、軍の移動が終わったら展開していきます。まあほぼ終わってますね。では静岡に対してこちらも秘密兵器、何を研究してるんだ。130日必要。いやー、これはなかなか思ったより時間がかかりそうだな。ちょっと甘かったですね。まあ130日間待ちましょう。じゃあはい、ここで、静岡に対しての宣戦布告が可能な状態になりましたので、もう早速宣戦布告していきます。ここはね、群馬の介入をさせる前に、決着をつけたいなというところなので、主力部隊を送り込んでいきます。さあ、ここの戦いがどうなるかですね。まあ、まずはね、群馬を牽制するという意味でもしっかりと、千葉県勢だけで戦えるだけの力をね、見せていきたいと思います。いや、群馬も140師団国境付近に展開させてはいますね。まあ、ただ戦争に参加するようなお願いはしていないので、まあ、ここはね、我々千葉県勢だけでできれば決着をつけていきたいところになります。まあ、戦争をこれまで数多くこなしてきているという、まあ、実績っていうのかな、経験値っていうのかな、それはまあ圧倒的にね、こちらの方が有利だとは思うんで、そこをねしっかり活かしていきましょう。で、艦隊の方もね、この静岡県沖に派遣している第一空母艦隊は、まあ、さっきの首都圏戦争でも活躍してくれた艦隊なので、ここもね、ある程度安心して見てはいられるかなという気ではいます。よしよし、順調に静岡は食ってるね。静岡を完全に食えば、中部の大国愛知、これの攻略がねちょっと見えてくるかなと思うので、そうするとどうなんでしょうね、太平洋側の大部分、まあ、もちろん大帝都東京は大帝都東京というところが収めてるんで、まあ、どうしても東京ダッシュは難しい状況ではあるんですけど、まあ、千葉から神奈川、さらに東海地方にかけての
太平洋の要衝を全て抑えられるので、国の数としてはもちろん群馬の方が大きいのかなとは思うんですけど、美味しいところを抑えてるっていう意味では愛知まで切り取れれば、ちょっとね、形勢も逆転できるんじゃないかなとは思います。海鮮のところは特にケアしなくても、勝利はほぼ確実かなという情勢ですね。問題は陸軍の方だね。静岡の方もね、ここまでそうは言っても無傷で戦争しないで来ているので、今回、約100、20、30師団を送り込んでいるんですけど、増援の準備もちょっと考えておいた方がいいかもしれないですね。ただ群馬がね、結局のところどういう動きをするのかによってだいぶ、こちらの取るべき戦略が変わってきてしまうんで、今どうしても群馬の動きを見つつという戦略の立て方なんでね、ちょっとしょうがないんですけど、もし今群馬がね、北の近い、つまり宮城だとか秋田、岩手、青森、北海道と開戦した場合、どうしても全軍を静岡方面に振り向けていると防衛がままならないということになるので、ここでいうところの第7軍第8軍これは引き続き東北地方に置いていると、あと非常事態になった場合には第9、第10という防衛用の品、第10に関してはね、もう憲兵だけなんでほぼ使い物にならないとは思うんですが、第9軍の33師団これをね、ちょっとその前線に送っていくっていうことも考えなきゃいけないかもしれないです。ではちょっとね、時間が長くなってきてますので、今回は一旦じゃあここまでにさせていただこうかなというところで、ちょうど巡洋艦の研究が一段落つきましたので、ここで一たび研究を建築の2を入れておきます。であとは生産のラインのをですね、ここも占領しているところでいくつか工場が入ってきているので、足りてない軽戦車中心に作っていきます。でこれで、また鉄が足りなくなっているので群馬から輸入していきましょう。でさらに、軽巡洋艦ですね、これ新しいものにバージョンアップできるので、4.19 年か、これ軽巡洋艦新しいものにすると71日分が失われる。これくらいだったらいいかな、1隻分。ちょっともったいないかなという気もしますが、ではこれで再び対静岡戦ですね、無理やり戦争を始めたわけなんですが、次回はここをまた引き続きやっていきましょう。で静岡を占領、割譲して、千葉の本領とするのか、あるいは傀儡国にするのかっていうのは、ちょっとね、考えながらプレイをしていきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。